わお、かわいいものがたくさんある。わあ、これ見て、すごく素敵すぎる。高いけど絶対に欲しい。足りないな。ダメってわかってるけど、もしかしたら気づかれない？待って、待ちなさい。バレないとでも思ったのか。分かったわよ、逃げないってば。ああ、すっぴん顔がひどすぎる。ほら食え。なにこれ、ご飯じゃなくない？はい、うん、いい感じ。お腹すいた。あ、いいこと考えた。このジャムでトーンアップ。何か足りないな。そうだ、このスプーン、鉄の棒を削るのにぴったり。キラキラがないとね。植物も使えるかも。眉毛をきれいにして、素敵な色、アイシャドウに使える。よし、完璧。誰もいないよね。普通に普通に、ただ床をきれいにしているだけだよ。はあ、疲れた。うわ、何、化粧見てみる。え、まるでピエロじゃない。恥ずかしい。これでどう？ああ、マシ、僕が助けてあげる。え、見てて、どうぞ。え、化粧品ありがとう。これでどう？いい感じ。わあ、その T シャツ最高。牢屋もそこまで悪くないかも。まるで芸術、私上手だな。何かあったのかな。ん、ハロー、うん、兄いますか？化粧品は持っていないだろうね。僕は？まさかまさか、絵の具セットだけだよ。水彩が大好きで。どうかな、でもあの絵地味だし、色が加わるだけでもマシになるかも。よし、持っていけ。来たのね。もちろん、これ持ってきたよ。絵の具？全然嬉しくない。まあまあ、ほら、好きな絵あるかい？うわー、ちょうだい。ありがとう。早速使ってみよう。ブラシで色を取ったら、まぶたにのせるの。最高。わあ、かわいい。私もやって。どうかな？お金ある？これでどう？動かないでね。可愛くしてあげる。私も、私も。じゃあ並んで。まずはあなたね。可愛い。ナイス。こんなのもどう？はあ、やっと終わった。お金が内輪代わりになって最高。ケーキにキャンドル、こんなもんか。めんどくさいな。やったー、誕生日ケーキ、願い事をしなきゃ。ハッピーバースデートゥーユー。はーい、消して。お祝いされるだけマシね。よし、仕事終わり。まったくもう、なんでこの僕が。よし、これはなんだ。大丈夫そう？でも何かがおかしい。こうなったら開けちゃえ。中身はただのクマか。ちょっとかわいい。うりゃ、私にプレゼント開けた。もう意地悪。柔らかくてかわいい。今日から友達ね。これは何？私のじゃない。うわ、すごいまつげ。ああ、いいこと思いついちゃった。ああ、最高。
もう一つも全然違う。つまんないな。すごい。はいはい、入れ。うるさいな。部屋はここ。結構いい感じじゃん。こんにちは。うん、静かにして。あれは何？ねえねえ君、どうしたんだい？これ欲しいでしょ。後悔しない？ふむふむ、よし乗った。そうこなくっちゃ。はい、ちょっと待ってて。はい、毎度あり。手に入ってよかった。しかも完璧。化粧する時間よ。わあ、私もやってみよう。これで足りるかな。よし。ねえねえねえ、これあげる。たったの一つ？何かあるかな。あ、そうだ、はい、これ。これだけ？ずるくない？ウケる。ないよりマシか。指すら入らない。あ、そうだ、このハサミを使おう。へへー、これをこうして。できた、かわいい。次は何？このノリ使える。本当にかわいいな。ノリに乗せたら化粧品に入れるの。たっぷりつけて、ほっぺたにポン。素敵。ねえ見て。わあ、かっこいいじゃん。仲良くしない？嘘、本当に？本物っぽい。成功するかな。よし、あちゃー。あ、そうだ、これ持ってきました。なるほど、ルールは知っているわよね。メイクは禁止。はい。じゃあそれは何？あ、アイスです。確かに美味しそう。一つもらってもいい？あ、もちろんです。ありがとう。おいしい。全部入れますか？一つだけアニーにあげますね。はいはい、行って。よし、やっほー。これ持ってきたよ。アイス？ダメ、食べないで。中見て。マニキュアだ。アイスより最高。役に立ってよかった。この色素敵。しかも似合う。化粧品がないと生きていけない、特にこのグロス。うん、大好きすぎる。このリップ少し特別なんです。マディソン何してるの？私も出てこない。まずい。それ何のメイク？シロップ。食べられるメイクなんて聞いたことない。よし、何から食べようかな。たくさんありすぎて迷っちゃう。これ全部食べるの？見て。わお、マディソン。ん？一つちょうだい。もちろん。これあげる。ありがとう。私はこのお菓子。
何？ちょうだい。また？まあいいけど。さすがマディソン最高。うん、もっと欲しいな。マディソン、はあ、今度は何？その目はずるい。ノーなんて言えない。はい。ブルーベリー、好きな味なのに全部なくなっちゃった。ロージーに取られちゃうなんて最悪な一日になりそう。そうだ、このジェル。やった。うん、なんでもないよ。そう、今のうちどうにか隠さなきゃ。ハンドクリーム使えるかも。ラベルを取り替えちゃえ。ローションを用意してシールを剥がしたらお菓子の容器に貼るだけ。これで大丈夫。手が乾燥するな。クリームをつけなきゃ。何してるの？え？クリーム塗ってるのよ。ちょっとベタベタするんだけどね。でも効くのよね。変なの？うわ、くっついちゃった。パンゲア、パンゲア。それよりお腹すいた？あ、そうだ。ゴミしか入ってない。もう最悪。待つしかないか。もしくは秘密の食べ物。助かった、サンドイッチの登場。いつの間に。嘘でしょ。全然残ってない。我慢できないのに。そういえば、あれ、まだ食べられるかな？ここのガム。ロージー、何やってるんだろう？さすがに無理ね。お腹すきすぎて脳が働かない。でも、ここまで来たらやるしかない。はぁ、私のこと殺さないでね。せーの。ロージー？ロージー？ダメー！いくらなんでも汚すぎる！ちょっと、食べようとしたのに！何するのよ！言ってくれればよかったのに。これあげる。リップクリームに見えるけど、実は違うの。ガムの方が安全そう。いいから食べて。いい匂い。少しだけ。うん？美味しい。これ何？用意するのはチーズとリップクリームの容器。容器にチーズを押し込んで、取り出したらリップチーズの完成。キャップもつけてね。すごい！クラッカーがあれば完璧ね。もう一つ用意しててよかった。一緒に食べると美味しいね。休憩が終わるまであと数分。その前に食べなきゃ。最高。私も持ってきたわ。砂糖の充電。間に合わなかった。授業を始めます。それはしまって。はい、わかりました。宿題はやったわね。先生見てない？一口だけ。こら、食べ物は禁止。見ていただけです。
ロージーすごい、天才ね。袖に隠せば完璧よ。ケーキは大きいからどうやって隠そう。このブラシ？よく考えて。何？いいもの見せてあげる。これ使えるんじゃない？本当だ、やってみる。ブラシのこの部分を外したらケーキをのせます。次はこれ、このお菓子を割ってケーキに刺したら、ほら、ブラシに見えます。これでバレないわ。うん、美味しそう。うん、マディソン、髪の毛を溶かしてるだけです。ほら。あら、気のせいね。ケーキに見えるけど違う。いただきます。授業中に食べられるなら休憩時間なんていらない。本当ね。ちょ、何事？手離してよ、おっさん。口紅をよこしなさい。ルールは知ってるだろう。最後にお直しだけさせて。そこまでだ、官房に入ってもらおう。やだ。うわ、え、何が起こったの？メイクは禁止。嘘。うわ、厳しい。うん、この色最高。ダメ、メイク禁止。バレたか。本当に恥ずかしいんですけど、私歩けっからね。うわぁ、本当にメイクが嫌いなのね。幸い私に考えがあるんだ。これ重う。わぁ、きしみし。もう一回挑戦してみよう。元気？可愛いけど必要なし。次こそ絶対。あれ、何かがおかしい。ああ、マネキンか。これなら使えるかも。抜け出すためのチャンスよ。こっちにおいで、くつろいでてね。うん、だいたい私のサイズね。試してみるか。はあ、私のメイク超ラッキーじゃん。めっちゃ可愛く仕上げちゃった。メイクは全部持っていこうっと。さて行くか。うわ、じゃなくて、どうも。よう、新入りかな。うん、危なかった。ああ、甘い自由の味。これならどこでもメイクを持ち込めちゃうね。シェフの服の下、消防士として、これいいじゃん。宇宙にだってね。キュートな異星人に出会っちゃうかも。あれ、ここはどこ？仕事に取り掛からないと。私ったら硬すぎるのかな。しまった。なんだって。誰もいないわね。チャンス到来。軽くメイク直し、まさに必要なもの。鏡はどこだったかな。ん？入れたと思ったのに。ねえ、メイクするの手伝ってくれない？助けてくれたらすっごく嬉しいんだけど。じゃあ何してるのかしら。どうも。バケツについて議論してました。素敵なバケツね。急がないと。ありがとう。動かないで。そうだ、レクシー、授業に遅れちゃダメよ。危なかった。うん、いいこと思いついた。思いついたの？完璧。教室にメイクを持ち込む方法を思いついたんだ。ほうきをどかして。いいけど。メイクの中身をバケツにぶちまけて。ここなら誰も調べないでしょ。これでいいかな。ブラシも必要よね。そのほうきも借りるね。仕事のために必要なんだけど。持ち手から毛の部分を取り除いてと。メイクブラシを用意したら持ち手に差し込むんだ。最高じゃん。認めなよ、感心したでしょ。試してみようか。ブラシをメイクにつけて。うわ、いい感じ。試してみよう。
くすぐったよ。これにて完了。気分最高。まあそこまではいかないけど、ちょっと試してみていいかな。よしよし、トイレ掃除よりずっといいわ。これで期待通り。本当に気分はアーティスト。対策を生み出そう。何が起こったの？レクシーはどこかしら？授業に遅れちゃうじゃない。どうも、レクシーですか？さあ、これ使えるかも。先生、おはようございます。入ってもいいですか？メイクは持ってないだろうな。やだ、考えてもないですって。バッグの中身は何だ？歯ブラシです。信じると思ってるのか？貸しなさい。やっぱりメイクじゃないか。まったく。ルールを確認しなさい。メイク禁止だ。出直しなさい。残念。授業に行かないと。しまった。いや、気をつけてよ。ごめん。あれ、どうしたらいいか分かっちゃったかも。私って天才。まずはリンゴを半分に切って、こっち側は後で使うのよ。メイクをリンゴの上にのっけるんだ。真ん中にのせてと。そしたら用紙で端にマークをつけるの。次に四角に切り出そう。こんな感じでね。これでメイクパレットをはめ込めるんだ。用紙はリンゴに差し込んでと。反対側の端にも用紙を差し込むね。リンゴがバラバラにならないようにするんだ。これでバレないっしょ。うまくいくといいけど。よし、いざ突入。再び戻ってきました。ルールは分かってるだろうな。メイクは入ってませんよね。素晴らしい。入室を許可しよう。やった。うわ、大成功しちゃった。これで安心。うわ、優しいのね。みんな大好き。だけど全てリンゴのおかげなんだ。リンゴも感謝されないとね。これでメイクができる。はあ、最高。あれ、この音何？ちょっとレクシー、こっち。ここはどこ？私のリンゴは必要なのに。ああ、それもらっていい？うん、いいよ。もうこれじゃ使えない。大丈夫、もう一個あるからさ。ヘーゼル、ダメ、待って。もう意味ないじゃん。マジ飽きたし。皆さんいいですか？ここ重要ですよ。はいはい、そうですか。ん？え、やだ、私のリップが。ピエロみたいじゃん。待ってて。助けてよ。あれ、まあいいや。あ、それいいじゃん。ひどいよ。大丈夫、もっとあるからさ。レクシー、これはどう？やめてよ、泥棒。クラスでのメイクは禁止です。これは没収。テストの時間です。この授業最悪。もうマジ同感。おしゃべり、カンニング、メイクは禁止。意味ないじゃん、どうせ落第なのに。噛んでとこ。どうしてこんなものを授業に持ってきたのかしら。ナチュラルな美を目指せばいいのに、私みたいに。だけどこれは興味深いわね。ちょっと試してみようかしら。必要なわけではないのだけど、すでに若さがにじみ出てきたわ。終わった。ちょっと何してんですか。すでに肌がいい感じだわ。ヘーゼル、見て。何が起こったの？私縮んだ。待って、やだ、本当に効いたわ。どんだけ使ったんですか。大変。どこ行っちゃったの。これはまずいわね。ヘーゼル、見えてるよね。大丈夫ですか。許しませんからね。二人とも居残りです。おっと、そうはいかないぞ。メイクを出しなさい。持ってないですって。持ってるだろ、まったく。そっちがそう来るなら構わない。小道具でメイクを検知してやる。今のところ白。嘘はついてないようだな。しまった、これはまずいね。こんなの教室に持ってけないよ。やばい、隠しなよ。頑張ってるってば。持ってけないよ。入りなさい。次。どうも。メイクはどこだ。よく見なさい。
それ、何ですか？時期にわかる。ゲーム師、俺虫は嫌いなのに。見てみろ、怖がることはない。ママやばいじゃん。綿棒？やめてください。はは、やっぱりこれは没収だ。すっかり忘れてました。入りなさい。出ないとまた虫を送り込むぞ。ちょっと貸して。ああ、気持ちいい。うげえ、汚い。気持ち悪いよ、ヘイゼル。でも思いついちゃった。必要なのはアイシャドウパレットと綿棒。綿棒にメイクをこすりつけるんだ。アイシャドウをまんべんにつけるんだよ。他の色でも同じように繰り返そう。綿棒がたくさんいるね。アイシャドウはいくらあっても足りないもんね。よし、これでいいかな。これで本体は不要。容器に綿棒を入れて。これで安全でしょう。秘密のメイクの蓄えができたね。教室にメイクなどありえん。おお、メイクは持ってないか。これはなんだ。なるほど。バレそう。逃げなきゃ。入室を許可する。ありがとうございます。気をつけて損はない。メイクは侮れないからな。危なかった。でも授業には忍び込めたね。急がないと。これでよしと。後でどっか行こうぜ。しまった、教室ではメイク禁止。鷹のように見てますからね。メイクを持ってきたの？いえ、本当です。ちょっと汗かいてるけど。バッグの中身を見せなさい。わかりました、そう言うなら。ほら、急ぎなさい。ほら、メイクなんか持ってないっすよ。ガラクタばかりね。ダメですか？怖いですよ。しっかり確認させてちょうだい。虫眼鏡はどこだったかしら。あった。何を隠してるのかしら。興味深いけど、それは大丈夫っすよね。素早くリップを塗り直しておかないと。どこだ。あった。待てよ、バレたらまずい。隠さないと。やめてください。どうしよう、隠し場所を見つけないと。ね、レオ、お前メイク持ってんじゃん。助けてよ。髪？髪がどうかしたの？髪の中に隠せばいいのね。早く三つ編みの中に忍ばせておくよ。よし、これで絶対見つからない。終わりっすか？ご苦労様っす。平常心。レクシーはどうかしら？何してるんですか？ハイテクな機器が必要ね。これはこれは。どうしました？居残り決定。新しい学校楽しみ。おい、タンポンばらまいてる。うわ、なんか面白い。うわ、信じられない。幸先良すぎってか。でも逆境は利用しないと。実はタンポン、ウェーブヘアを作るのにうってつけ。サイズもちょうどいいしね。こうして縛って待つだけ。ほら、ファビュラース。わお、それすごいね。たくさん持ってきたから使ってみる。やってみる。鼻水にも、はい。新しい服ってテンション上がる。中身も変われる気がしちゃう。でも古いストッキングは、うわぁ、ほらやっぱり。どうすんの。もう一足あってよかったけど。では気を取り直して、
そっとそっと。なんなの、運が悪すぎ。こっちならどう？オッケー、綺麗なやつだ。ちょっと、なんでこうなるのって、念のせい？もう無理。この古いやつだったら最初から、見ただけでわかる、でっかい穴が開いてる。もうお邪魔しますよっと。そんじゃ金目のものをっと。他には何があるかな。お花ね、彼女へのプレゼントだ。ああ、顔が素敵なんだよな。もうらい金持ちの家っぽいな。ああ、人がいた。って、なんで泣いてるんだ。タイツがネイルのせいで破れるの。はははは。何？俺だって持ってるぜ。ほら、これをやる。でも指が。手袋をしろよ。ほらよ。手袋？そうか、ありがとう。本当だ、伝染しないで履ける。引っ張り上げても大丈夫。ありがとう。この足素敵じゃない。この泥棒優しいな。実はだけど、君にはこの花もかなわない。ありがとう。いや待てよ。あっとっと、ずらからないと。泥棒じゃん。はい、ジーナ、この服どう？かわいいでしょ。いや、ほんと綺麗。ああ、もう、お腹すいちゃったよ。なんか楽しい噂でもある？そうね。ああ、ちょっと見て。このマーク素敵。こっちのやつも。うわ、スカートの上に、紅茶がかかった。なんでそんなどんくさいの？ごめん。なんとかする。今日は何でも落とす日だ。これで。何？役に立ったとでも？待って。そうだ。何？スカート貸して。なんか案があるなら、魔法のようなライフハック。ボールにスカートとたくさんのティーバッグ。ここにお湯を注ぐと、ほら、色が出てきた。しっかり浸して1日染めれば新しいスカートの出来上がり。ほら、どんなもんよ。はい、前より可愛くなってる。わあ、まるで女神みたいな子だ。声かけよう。またかい。僕のほんの愛の印だよ。私も彼氏が欲しい。プレゼントもらいたい。また新しいポエムだ。嬉しい。羨ましくない。どうも。ちょっと、誰のこと見てんの。私が彼女なら彼も幸せなのにな。嬉しい。ねえ、ちょっと、私が見えてないわけ？わお。そう、私はメイクの達人。ファンタスティックだね。口紅は好きなの？私もできるよ、見てて。まずはスティックの上をカッターで切り落とし、上まで出します。そしたら横をこうカット。反対側も同様に。そしたら三角形の切り込みを入れましょう。切った部分を滑らかにしたら、ハート型リップの出来上がり。やったね。私の愛が欲しい人は、渡す相手は決まってる。よし、おう。はあ、
いけない、私ドジすぎて。待てて、今手伝うよ。何？好きです、じゃなくて拾ってくれてありがとう。ああ、はい、どうぞ。ただいま。何よそれ、ハート？消えて、顔も見たくない。じゃあ理科の授業一緒に行こう。じゃあね。なんだよ。待って、私が一緒に行こうか。私のハートをあげる、あなたのハートをもらう。1、2、3。あ、取れた取れた。うわ、猫がすごい。まあでもこの努力もパーティーのため。愛しのジェイクもそこにいる。矯正器具もかわいい。そうだ、いいことひらめいちゃった。ジェイクを笑顔にする方法。でもちょっと組み立てる必要があるね。もうちょっと金具を増やすと矯正器具ができる。これを歯に回すだけ。ほーらね、彼気に入るぞ。ジェイクもう来てるかな。あ、はい、どう、いい感じ。君が一番可愛いよ。音楽が最高。今日は夜通し踊るぞ。イエー、手を上げて。ミラーボールが揺れてる。ジーナ、こっちおいで。パーティー終了か。大丈夫、歯の輝きがまるでミラーボール。すごいね、踊れ踊れパーティーピーポー、これ最高。ライトが、ちょっと二人で笑ってて。そうそう、そうでなくっちゃ。あー、お花の香りって最高。ただいま。ふう、おっと、あ、ジーナ、おかえり。ただいま。今何に座ったんだろう。ステイシーのお気に入りのスポンジ。まあいいか。なんで静かなの。ねえ、どうかした。え、何が。何にも。じゃあ行ってきます。もうどこへ。まあいいけど、メイクしようっと。ブレンダーどこ行ったのかな。変なの、ここのどこかに。あ、あった、よかったよかった。なんで半分に。ジーナー。は？は、なんだ夢か。また寝ようっと。もう信じられない。あ、物置いてったね。なら問題なし、歯磨きを使えばスポンジの形を保てます。これをビニール袋に入れて水で満たす。口を閉じたら魔法の出番。おお、うまくいってるかも。じゃーん、ほら元通りになった。これでよし。このライフハック本当にうまくいく？うまくいかない？コメント欄で投票してね。ふぅ、なんとか間に合った。遅刻寸前。ストップ、待て。化粧品は持っていないかい？禁止されているだろう。持ってないです、当たり前じゃないですか。本当か。カバンの中身なんだ。な、何も、授業に使うんです。待て、それはリジー、ダメだろ。渡しなさい。本気で？もう分かりました。残りも。最悪すぎる。これで全部、もうないですね。何か落ちなかったか。ううん、何も。そうか。化粧品取られるなんて最悪。でも全部じゃなくてよかった。絶対に見つからない。靴に秘密の引き出しがあるの、化粧品用のね。今回はリップバーム、これお気に入りなの。ブラシでつけるよ。パッと濡れてすっごくかわいい。この色素敵でしょ。完璧。うーん、ま、
今日はテストの日だ。勉強したか？はあ、緊張する。難しくないといいな。早くやっちゃおう。はあ、これわかる。悪くないな。リジーのこと見れるし、ずっとね。本当に可愛い。恋しちゃった。わお、シャンプーの CM みたい。まさに理想。うわ、本当に賢くて美しい。夢中になっちゃう。ストレスがたまる。全然わかんない。考えて、そんなに難しくないでしょ。なんだか熱くなってきた。落ち着かなきゃ。大丈夫、ただのテストだから。あ、そうだ、お菓子食べよう。これで集中できるかな。ダメだ、もっと食べちゃう。でもテストを受けるのに必要不可欠。リージー、何しているんだい。教室の中はお菓子禁止だろ。ほら見なさい。うー、わかりました。大量のマシュマロだな。食べないでよ。はあ、またストレスが溜まってきた。助けてあげられないかな。でもどうやって。あ、そうだ、チョコレート。チョコレートだって。え、そんなものここにはないです。レオ、見張っているからな。危なかった。どうしたらあげられるかな。必要そうなのに。大丈夫、落ち着いて。でも無理。はあ、ああ、いいこと思いついた。これならいける。まずはドライヤーでチョコレートを溶かす。すぐ溶けるよ。袋の角を切って、ストローを用意してね。溶けたチョコレートをストローに入れて、上の方までいっぱいにするんだ。できたら固めて、ストローを外す。まだ終わりじゃないよ。鉛筆削りで先を尖らせるんだ。おいしい鉛筆になりそう。あと少し。いい感じ。たくさん作ろう。よし、完成。リジ、何レオ。え、それはもしかしてチョコレートの鉛筆。何してるんだ、それは一体。ああ、ただの鉛筆か。準備がいいな。リジ、ナイス。うわ、賢い。それにすごくおいしい。あ、答えわかった。勉強なんてしなくてもチョコレートがあれば問題なし。食べ物があると脳が働くんだ。できた。よし、テスト終了だ。いい点取れた気がする。リジー、よかったな。待って、テスト。今回は間違いなく落ちたな。つまらない。早く終わらないかな。待って、遅刻して悪いな。ちょっと忙しかったんだ。鏡で自分に見とれちゃったよ。そういえば、しばらく鏡見てなかったな。うわ、かっこいい。話しかけよう。あ、レオ、ヤッホー。ん、誰だ。気のせいか。で、今日の授業は。ちょっと、ここにいるのに。もう、しょうがない。化粧品を使おう。これがあれば大丈夫。レオに見てもらえるかも。好きな色が揃っているの。メイク直しをするよ。ちょっと、それ使っていたのに。ダメだ、メイクは禁止。でもやめてよ。もう何なの。リジ、しつこいぞ。わかったか。全然。化粧品他にもあるはず。うん、こんなの持ってたんだ。あとはお菓子にアートの道具。他はただの鉛筆。待って、これ使えるかも。リジ、ほら。絵の具です。絵を描くための。なるほど、想像力が高まるな。先生は採点しよう。バレてない。よし、早くしなきゃ。この中に筆を入れるの。色が素敵。筆をまぶたの上に滑らせるとまるでアイシャドウ。明るい色、そして可愛い。ふん？そのメイク素敵だね。私もやってくれる？しょうがないな。でも静かにしてね。違う色を使ってみよう。
かぶらないようにね。じっとしてて。あくすぐったい。はい、完成。どれどれ。うわ、完璧。リジ、どうもありがとう。どういたしまして。レオ、驚くかな。うん。面白い。あんなことするなんて信じられない。お菓子は絶対にあげないから。これ許されないわ。色とりどりのこれも落として踏みつけてやるわ。メイクは持ち込み禁止です。おっと、誰か来た。なんかセレブっぽい人だな。あの、サインください。周辺異常なし、安全です。うわ、超クール、最高じゃん。あそこのあいつ、何か取り出すぞ。待って待った、そういうつもりじゃなくて。制圧しました。あっそう、邪魔なんだけど、またぐとかないわ。どこ行った。サインもらい損ねた。今日はありがとう、みんなのこと大好き。みんなに投げキッス。ああ、やば、リップが取れた。リップがすっぴん。でも秘密の作戦があるんだった。マイクの頭を取ったら中に仕込んだリップが登場。塗り直そう。パーフェクト、十分ね。じゃ、ステージ再開。この歌めっちゃ聞いた。照明が落ちた。侵入者か。おや、なんだ、誰かいるの。へい、乗ってるかい。やー、マジでファイアリーギターさんだ。最高じゃん、役得ってやつ。おお、大好きなギタリストとセッション。よし、気をそらしたぞ。じゃあこっちへ向かいまして。あれ、どこ行った。じゃあ大成功、楽勝ね。じゃあ持ち込んだメイクをリップグロスを直さなきゃね。そんじゃジャムと行こう。たまにこの仕事飽きるよね。あ、誰かやってきた。はい、ストップ。規則は知ってる？メイク持ち込み禁止。はぁ？私？メイクなんて持ってないわ。みんなそう言うんだよ。バッグ？あー、うん。いいけど、チェックどうぞ。拝見。ちょっと待った。何のつもり？よこしなさい、今すぐ。あ、いいけど、これのこと？日記帳だよ。あとスマホ。あと、これ。これは、こっそり持ち込もうとしたメイク道具だな。あ、ごめんなさい。それじゃあ一旦失礼。ちぇ、見つかったなんて。ちょっと待って、日記帳。これが答えね。ページの真ん中を切り抜いて。よしと、こんな感じ。長方形にね。真ん中のページを取り除いたら、かわいい布地を用意。キラキラが雰囲気出るわね。そしたら中にメイク道具を並べる。よし、あとは閉じて終わり。中に入ったら存分にメイクしちゃおう。ちょちょいと仕上げたらもう一度ダンス。列の先頭では何が起こってるの。いけない、サインだ。メイク持ち込み禁止。でもメイク持ってきちゃったな。このラメのやつなんとかしないと。いや、普通にドレスに隠そう。あ、そっか、ドレスだもんね。こうなるわ。別の方法は何か。はい、チケットです。見たらわかります。メイクは隠してませんね。見せてもらいましょう。はい、異常なし。入っていいわ、問題なし。こ
のクラブの音楽最高。誰も見てない？それならメイクと行きましょう。靴を脱いでかかとの底を外すと、なんとじゃーん、ラメのお時間。頬に塗っちゃおう。素敵、金のキラキラが一番最高よね。みんなにも分けてあげる。はあ、どれだけ待たせるの？ねえ、はあ、ごめん遅刻。何その服、すっぴんだし。フードで隠すから。いや、それじゃあうまくいかないから、普通に入って楽しみましょう。どうも、チケットです。はい。あら素敵。うっ、まあ入るなら止めないけど。ねえ、いい感じのクラブじゃない？そんな落ち込まないで、助けてあげる。来る前に仕込んでたのよね。メイクをボールに落として、手の消毒をプッシュ。十分入ったらよく混ぜて、滑らかになるまでね。これで OK。 ブラシを使ってネイルに塗るの。ぱっと見マニキュアみたい。この色気に入ってるのよ。よし、準備はいい？まぶたにネイルをこするだけで、ほら、わー、その色似合ってる。さあ踊ろう。メイクの残りは服に隠して。どうも、入ります。チケットね。はい、ストップ。両手上げてくれる？ああ、しょうがない。ほら、たっぷり出てきた。バレてるよ、持ち込みは絶対禁止だから。はーい、わかったよ、すぐ戻るから。いってってって、サインの振りすぎで痛い。そんじゃメイクを腕にこう貼り付けて、腕を包帯で巻いてゆく。もういっそ全身校舎へ。私を止められると思うなら止めてみなってやつよ。よし、なかなかの出来。どうも、チケットです。はい、取っていいわよ。やった、中に入れた。ちょっと何よ、前見て歩いて。よーし、誰も見てないね。それじゃメイクを使おうとしましょうか。今夜は楽しもう。列あとどれくらい？うわ、メイクが終わらない。はい、次。いいわね、通って。次。しまった、しまった、だね。こりゃお灸を据えてやるにゃ。あっと、これは違う、間違えた。こっちよ。あれ、かわいいクマちゃんじゃん。あれ違う、また間違えた。これだ、これを見せたかったの。メイク持ち込み禁止。でも目半分なんすけど、一体どうすれば。いや待てよ、戻ります。はーい、どうも、これで入れるでしょ。それを決めるのは私だ。よーく見せてもらおうか。うわ、どうしよう、ジロジロ見られてる。いいだろ、通ってよろしい。やった、入れた、騙せたわ。それじゃピアスを外しまして、もう片方の目を仕上げるとしましょう。よかったよかった。じゃ今夜を楽しもう。よし、化粧の時間。わお、いい色、完璧じゃん。準備 OK よ。せーの、やった、大成功。私も綺麗になったね、やった。あ、危ない危ない、これ箱に入れなきゃ。
キドキ。よかった、ならなかった。ひひ、そんなの隠せば問題なし。完璧見つかるわけがない。キャー、バレちゃった。こんにちは、何か問題でも？私は無罪よ、本当に信じられない。ふう、捕まるなんてもう絶対に嫌。うん、いいこと思いついちゃった。この両面テープをスマホケースに貼るの。オッケー、プラスチックを剥がしてアイシャドウをペタッ。完璧。あとはスマホを箱に入れるだけ。よかった、ならなかった。ふむふむ、これは何？スマホを持ちやすくするアイテムよ。まあいいわ、座って。面白い。じゃあもう行くわね、バイバイ。やだ、画面が汚れちゃった。顔もぐちゃぐちゃ。もうどうにか直すしかない。うわ、気持ち悪い。今のうち静かに静かに。どこかな、ここら辺にあるはず。あった、この葉っぱ。ここに化粧品を隠しておいたの。やり方を教えるね。植木鉢フローラルフォームを入れるの。これを乗せたらプラスチックをかぶせて。完璧、いい感じ。ここでファンデの登場。パウダーを中に入れるだけ。しっかり覆うようにね。オッケー。次は葉っぱとグルーガン。葉っぱの後ろに少しつけたらスポンジをくっつけるの。最後に偽物の植物を偽物の植木鉢に入れて、これで完璧。好きな時に化粧直しができる。スマホで崩れた時とかね。よかった。あ、先生だ。うん、何をしているの？植物の観察よ。さあ、偉いわね。危機一髪。先生、見てる？黒板に向かってる。今がチャンス。気をつけて、バレないように。うん、それ隠れてるつもり？許さないわ。トントン。私よ、ルール知ってるでしょ。わかったわ。はい。私の目は鋭いわよ。買ったばかりだったのに。あ、あの鉛筆使えるかも。うん、間違いない。まずは、鉛筆から消しゴムを外したら、ストローをかぶせるな。余分な部分は切ってね。次は口紅。スプーンに乗せて溶かす。液体になったらストローに入れるの。こぼさないように気をつけてね。完成。乾いたらストローから外せるわ。やった、消しゴムが口紅に大変身。う、あれは何？ロジー、それは化粧品？違う、ただの鉛筆。うん、そのようね。これはどこかな。ここ、完璧、すべて順番通り。ねえねえ、これ見て。わお、メイクがたくさん。しかも綺麗に並んでる。すごいわね。見せたいものがあるな。あれ、どこ？探し物かしら。決まりは決まり、メイク禁止。ねえ、元気出して、いいこと教えてあげる。アイシャドウのパレットと綿棒を使うの。色を選んだら綿棒につける。色によって綿棒を分けてね。しっかりつくようにするのがポイント。あとは容器に戻して、じゃーん、
綿棒の化粧品の出来上がり。これでいつでもメイクができる。しかもいろんな色が揃っているからすごく便利なの。わお、色のコンビネーションがいいわね。ありがとう。今日はパーティーに行けないの。少女は少年にそう言いました。つまらない。そして父親は、うっそ、先生寝ちゃった。ジョークはいらない。しかも爆睡。今のうちに化粧を直さなきゃ。少しだけね。うん、見逃さないわよ。あ、なんか背後に気配を感じる。あ、先生。没収よ。もう、また取られたわ。メイク、取られちゃったの？いいこと教えてあげる。見て、この飲み物、コンパクトなの。空の飲み物の容器をひっくり返したら、下に糊をつけるの。次はお気に入りのコンパクト。糊につけて乾くのを待ったら、秘密の化粧品の出来上がり。蓋をつけると、なおよし。まだ終わっていないわ。だってブラシが必要でしょ。ストローの端っこを切ってブラシを入れたら、違うストローで隠すの。あとは蓋に差し込むだけ。わお、すごい。ブラシがあるし便利ね。メイクを直そうっと。また何かやっているわね。これは何かしら。飲み物は問題ないわ。いい感じに仕上がってきてる。ふう、暑い。パーカーを脱ごうっと。よいしょ、これで自由の身。うん、これは私の口紅落ちちゃったみたい。ねえ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 ってば。何の音？口紅が取れちゃった。なんだそんなこと。任せて。はい、どうぞ。空っぽの容器に透明なジェルと好きな色を入れるの。あとはしっかり混ぜて。これで完成。絵筆を使うと便利よ。少しのせたら唇を塗るの。手作りのリップグロスよ。うん、いい感じ。乾いたら剥がしてみて。色が落ちない。ティント式よ。こすっても色がちゃんと残るの。すごい、ありがとう。これで安心。皆さんは秘密のメイクを試してみたいですか？コメント欄で教えてください。この動画をお友達に共有したら、チャンネル登録もよろしくお願いします。